富士山本宮浅間大社本殿屋根の上にある水平方向の棒がカツオギ両端で交差しているのがチギ。チギ、カツオギは神社建築に見られる建造物の屋根に設けられた部材である。チギは屋根の両端で交差させた部材であり、カツオギは屋根の上に胸に直角になるように何本か並行して並べた部材である。どちらも古墳時代には皇族や 豪族の邸宅にも用いられたが、今では神社の屋根にのみ、特徴的に見られる。地儀は古代、屋根を建造する際に、木材2本を交差させて結びつけ、先端を切り揃えずにそのままにした名残と見られる。地儀かつおぎともに本来は、建物の補強が目的だったと考えられるが、後に装飾として発展し、現在では神社の生成を象徴するものとなっている。なお 日吉作りのように地議等をお屋根に設けない社殿形式もある。地議の文献上での書見は、古事記の出雲大社総献上の秘儀であり、また、表演とも表記され、日本初期の神武天皇記にも表記は異なるが、秘儀と読ませている。演儀式のノリトにおいて、地議の表記が現れることから、平安時代中期には、地議と読まれたとみられる。縁はたるぎを意味する。 日本の原初的な住居の建築様式を、天地根源作りというが、2本のたるきを交差させた、ものを両端に置き、その交差したところに胸木を乗せ渡した作りである。たるきの胸木に接したところから上は、屋根よりも高くそびえ、この突き出た部分を地儀と呼んだわけだが、一説に、秘々とは、火を防ぐの意味であるとか、地儀は、防屋の木の略称、または、稚外木の略称とも言われるが、 東風をこちということから、地儀は、風呂木という説が強く、神竹範の表記からも風よけの意味が秘められていると見られる。構造的にも、強風よけとして、風穴が開けられている。地儀が、たるきの延長であるのに対し、カツオは、かやぶきの抑えとして起こったものであり、古事記の有略天皇の上において、カツオをあげて、シャを作る家ありとあるのが初見である。 カツオギの名称は、形がカツオブシに似ていることが由来とされる。カツオギは、賢女木、カツオ木、カチオギなどとも書く。近世の和漢三サイズ絵では、地には、地木、カツオギは、カマメ手にと表記される。三サ,サイズ絵の説明によれば、カツオギは、大社で、八本、長さ五尺、計九寸、中社で、六本、長さ四尺、計五寸、小社で、四本。 長さ4尺、計3寸と記される。大きさと本数の指定は、後期2年2月13日の、大乗寒布から記される。チギとカツオギらしきものを有する埴輪。東京国立博物館展示。古墳時代の家型埴輪にチギ、カツオギらしきものが存在する様子が、今白塚古墳出土の埴輪等に見られる。主張の宮殿と見られる家のみに、チギとカツオギがあることから、 古墳時代においては、地議とカツオギをあげて、母屋を作ることができたのは、主張の家だけだったらしいことが言える。古事記の雄略天皇の城において、天皇の家を真似て、カツオギをあげて、社屋を作っている家を見た、雄略天皇が、誰が、家ぞと激怒して、すぐにその家を焼いていることからも、それが裏付けられる。そういった歴史があり、神社建築の創始とともに、 そのデザインに取り入れられることになった。例えば、伊勢神宮や出雲大社など、飛鳥時代に創建された、当時のデザインを守り続けている神社の社殿には、地儀とカツオギが使われている。平安時代以降に創建される大型神社には、地儀もカツオギも取り付けられなくなる。例えば、日吉大社、八坂神社、鴨分けイカズチの神社、鴨御祖神社などには、地儀もカツオギもない。 しかし、江戸時代以降、復古思想の高まりによって、地議とカツがあった方が神社らしいとされ、再び取り付けられるようになった。地議とカツがもともとなかった神社にも取り付けられるようになり、例えば、奇別神社本殿は、建造当初は地議がなかったが神社らしくないという理由で、1722年以降に地議が新設された。 明治初期の廃物希釈による神社社殿における復古と仏教職廃除の動きはとても厳しく元から地儀もカツオもなかった五福島神社でも明治初期に地儀とカツオが新設されたがこちらは明治末の大修理の時に撤去され本来のデザインを取り戻した明治以降に創建された神社ではほぼ必ず地儀とカツオが取り付けられているそのためデザインが 新しい神社社殿には、地議とカツオギがあるのに、平安時代のデザインを守り続けている、相応の格式ある神社社殿にはかえって地議とカツオギがない状態となっている。地議の形は、先端が外そぎになっているものと、内そぎになっているものがある。これは神社によって違い、外そぎの地議と、内そぎの地議が同じ社殿に両方ついた神社もある。祭神が おがの者は、外そぎ、女神の時は内そぎになっている、という説があり、そのため外そぎを男ちぎ、内そぎを女ちぎと俗に言うことがあるが、研究者の三浦正幸によると、全くの俗説である。実際は祭神にかかわらず、ちぎの形は、外そぎが圧倒的に多く、木材の木口が上を向いていると、銅管から雨が染み込んで腐りやすいからだと、 三浦は推測している。なお、祭人による、地儀の形の区別については、神社本庁の公式見解では、必ずしもそうとは限りませんと、控えめに言うに止めている。伊勢神宮の地儀。ハフ板が屋根から突き出して、地儀になっている。古代の住居において、丸木を組み合わせた先端を切り揃えずにそのままにした、ものの名残であるから、ハフ板の頂部が屋根から突き出すのが、 本来の地議である。例えば、伊勢神宮の地議は現在でもこの形式である。しかし、地議が屋根を突き破ると雨じまいが悪いことから、後世のほとんどの神社の地議は、地議の形を登場に置いた、おきちぎとなっている。それでもやはり、地議は、雨で腐りやすいので、現代ではおきちぎの表面に、さらに銅板が貼られたものが多い。熊野早玉大社の地議の風穴は、 ハートマークチギは、風で倒れやすいので、強風を受け流すため、三つくらいの風穴を開けることがある。伊勢神宮内宮のチギは、外そぎが三つ目の風穴にかかって先端がに股になる。つまり、二つ半の風穴を持つ。熊野早玉大社の風穴は、イノシシメで、ハート型をしている。カツオギの数は、神社によって二本から十本まで、いろいろある。 カツオギの数が奇数なら、オガミ、偶数なら女神を祀っているという説があるが、全くの属説である。例として、広大神宮の別宮の月独宮に同座する、イザナミの村を祀るイザナミ宮も内地義であり、神社本庁の公式見解でも、本数は神社によって異なりますとしか言っておらず、つまり、カツオギの数は神社によって違う、というのが正しい。地義は、 日本建築に限ったものではなく、中国雲南省の和族や太陽国の羅和族、羅フ族、赤族、カレ連族などの高床式住居にも地議はあり、彫刻もされており、伊勢神宮の地議の風口と同様の切り込みも施されている。また、紀元前の天国の聖堂性の神殿にも見られることから、地議の起源は太古まで遡るものと見られている。この聖堂性の神殿に、 神社建築の二大原型とされる神明作りと大こそ作りの源流が認められるとされる。東南アジアにおける地議のある建築文化圏では牛の訓議が行われていると大林太郎は指摘しており、アッサムでは地議を牛の角と呼び、地議家の破風にも牛角をつけている。ありがとうございます。